Please subscribe. Hit the notification bell. Like, comment, share. WBSS 日本に初めてやってきた世界最大最強トーナメント、井上尚弥のビッグパンチを受けたときに、やばいと思うのか、それともこれならいけると、井上はビッグパンチ出しないので、まずダウン取った、名チャンピオンが、スーパーチャンピオンが沈められた。これは世界的な大会でもあるんですけれども、世界的な出来事でもあります。その右です。これはね、スパーリングでもよく出してるんで、得意パンチではあったんですけど、まさかこんなに綺麗に決まる。